教えてメディアミックス楽屋浦はい教えてメディアミックス楽屋浦です、えー、お相手は、えー、こちらの方でございますはいよみやひなですよろしくお願いしますはいバンドリの新しいバンドマイコがスタートしてアニメも始まるというのではいお越しい,いただきましたかはいあのご出身奈良なんですよねそうなんですでた昔あのこう、はい、京都のあの冒劇作家さんとはい、えー、京都はなんか面白いんで京都ってどういうところなんですかっていう あのトークイベントをやったことがあって、はい、あまさにここのイマジジスタジオでですあこちらなんです,、ね、そ,うですでその時に言われたのが、えー、いやいや京都なんかより奈良がすごいですってずっと言われてみて、はい、言われてみればそうだなと明石家さんまさんも海、みあ、はいえー、街中に普通に鹿がいるっていうのはう日本中でこんな場所他にないぞみたいな確かにお話をされていたんですけどかどんな環境だったんですかでも それこそ何かこう小さい時の遠足とかお出かけってなると大仏さんを拝みに行ったりしました当たり前に行くんだ結構当たり前に行ってましたね <laughs> それがでも子供の頃ってそれが普通だと思いますもんねもう普通でしたね、うん、でしかも意外と外で遊ぶのが好きみたいなはいそうです何して遊んでたんですか と秘密基地作ったりとか、<う>あとドッジボールしに行ったりとか。ドッジボールって、学校でやるもんじゃない。はい、あ、でも、結構、みんなで公園で集まって、やったりとか、してました。はい、ほにもなんか活発な感じなんですね。はい、鬼ごっこ系も結構やってましたね。鬼ごっこ系。いろいろ、何鬼みたいなのがあ。あ、まあ、種類ありますよね。はい、うん、そういうのをやったりとか、あと天国地獄っていう滑り台を。 使った遊びとか、それも公園でやるんですけど、あとローラーブレードが好きだったので日曜日にお父さんと一緒にあの街を散歩しに行ったりローラーブレードで？はい、ローラーブレードで。お父さんと一緒に？はい。それってカリフォルニアとかでやりやす。そうなんですか？奈良でやってた。奈良でやってた。全けなく行けないことでは全然ないんですけど、そうなんだ。そうなんです。しかも大変勝手なイメージですが、あの声質が。 運動神経がそんなにめちゃくちゃいいっていう声質に聞こえないんですよ、はい、深刻さとか繊細さのほうが伝わってきて、はい、もしかして運動神経いいんですかそんなに良くなにくいと思いますローラーブレードで街中を走ってる子で運動神経それほどでもって言われると逆になんでって思います本当ですか、はい、なんんかででもあんまり自分ではいいとと思ったことがなくって、はい そうですねそれこそスポーツやったりとかしてスポーツスポーツっていうスポーツはやったことないと思います部活で何部とかいうのはなかった部活動は中学の時剣道部でしたスポーツですねあこれ武道部いや全然運動部でしょ運動部って冷静に行って剣道部でした、はあ、剣道とかはどうですか段取ったりとか初段でしたあ結構じゃあ真面目にやって 真面目にあの中学生までの間だったので、えさえあの取れるところが初段までだったんですね。あ<ー>そうなんです。えじゃそれこそ高校に入って続けても、高校に上がってからは茶道部に入りました。道が好き。<laughs> えそれは、はい、なんか茶道部入りたかった理由が、はい、剣道部が高校生に上がると月っていう首に当てるあ,あの技が針になっちゃう,う、ね、<laughs> 追加されるのでそれが怖くて。うん サド部に入りました。あの確かに怖さで言うとだいぶ怖くなくなる。あ、そうですね。サド部は怖くないですよね。サドウでね、車線を使って怖わみたいな。それはいないですもんね。はい。しーって言うならやけどぐらいだと思う。危険性があるとすると。そうなんです。でもそんなはい。でもその剣道で月が怖いのはわかるんですけど、じゃあ他のスポーツやってみようかなみたいなのがあっても確かにない気がしますけどね。あの高校生に入る前の。 あの期間に私は声優を目指そうっていうのを決めたのでなので極力あの部活動の活動日数が少ないものでなおかつ私が日頃経験できないことをしようって思って茶道部にしましたうん、うん、確かにローラーブレードやってた少女からすると茶道はだいぶ距離がありますよね, <laughs> すねはいえやったら向いてるなとか思ったりしました美味しく立てたなっていうのはありますね <laughs> お茶は、まあ、お茶が立てるって言いますもんね。そうなんです。お茶がうまく立てれたなっていうのは。あわり、わりと、そこは下手じゃないぞって自分で。はい、ちゃんと、かかかかって。<あ>はい。あ、でもあ、あれしょあれは段とかないですよね。あれは。そうですね。あの、お茶会というものはあるんですけれど。うん、あんまり聞いたことなかったです。高校生通ってた時は。 まあしかもも部活だもんねそうです、ね。学校の中に和室があってみたいな感じでやってらっしゃって、はい、まあまだまだ役のやねなんかね、はい、ためになったことはまだないですよね佐道,道のものはないですね、うん、はいじゃあ他にもこうなんか普段できないことをこうやったら役者さんとして何かプラスかもしれないみたいな、はい、考えますねあじゃあ意外と保守的じゃなくていろんなこと飛び込んでみたいタイプそうあでもそうですね バンンジジージャンプだけけはすごい怖い怖んですけど,どういうことちょっと待って、だけって言って、今、いろんなことってこの世の中にいろいろある中で、なぜ南太平洋の聖人の儀式を選んだんですか、いきなりなんか、ええ、そのアニメでアフレコをしていてあの、上から落ちるっていうシーン、意外と多く多とアニメはああああるあるるある。<laughs> そ アニメはよくあるそのときにわーって叫ぶんですけど想像でしかないのであのジェットコースターとかのヒュンっていうのを想像して叫ぶんですけど、はい、でもあれはレールに沿って落ちてるだけなので、うん、レールじゃないあのバンジージャンプだけは確かに生きてるうちにやっとくのが一番いいんだろうなと思いつつままだ踏み込めないところではありますね役者さんとしてはバンジージャンプするべきではあろうというのは理解はしてます。はあ 別に大丈夫でですすよかラジオパーソナリティーズがやってるとよくやらされがちなんですけどそうなんだからジェットコースターだと自分で何にもしなくても勝手に急降下しちゃうじゃないですかはい急降下しちゃうんでいいんですけどバンデージャンプって自分でやけなきゃいけないんで怖いなやってますアニメみたいにとりあえず手でこうやってグッて持ってもらって吊り下げといてもらって上の人が力つけてパッて取りていんです でもそれ一番いいかもしれないですね<い>や, <laughs> やってみたいかもしれないです役者さんとしてはそのシチュエーションが多いですもんねきっとね、はいうん、バンジージャンプするシーンってアニメでまあ出てこなくはないけどバンジ,ージャンプするシーンはないんですけどあのそれこそ落とし穴に落ちちゃったりとか、うん、崖から滑り落ちちゃったりとかそういうのをやってみたいはやってみたいけどそうです、ね、勇気が出ないものもある。はい やりたくはないけど、やったことがあるのは、うん、あの、痛いシーンとかって。限度があるじゃないですか。ね、ほ、うん。一回だけ、本当に一回だけやったことあるのは、自ら。まだ、とってはいけないかさぶたを取って、ぐわあってやって、痛いって言ったのはありますね。それを役者さんの役に立ててやるであろうとと、はいあ。そうです。はい、どんだけ、これ以上なんだろうな。 でも自分にとっては一番耐えがたい痛みだったので、それは結構経験になりましたね。すみませんすみません。せんはい、えっとねそれね追求していくとアニメだとあのなんですか人間じゃない存在になったりとか世界の生命体になったりみたいのいっぱいあるから <laughs> そうですよね。<laughs> 限度あるんで、はい、想像力鍛えていく方でいいと思いますよ。想像力はいわかりました、はい。大丈夫だと思います。いやわかりました。はい <laughs> ね、どちらかでも今保険会社の人みたいな気持ちになって,て。えー あの、すみません、このプランだと、ちょっとそこまでケアできないんで、ちょっと行動には、ちょっとお気をつけて頂い,いて,てい。ええ、じゃあ、あの、はい、この先も、マイクをやってらっしゃるんだとすると、はい、きっと、あの、お話聞かせていただく機会もあると思いますので。はい、その説は、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、えー、本編と合わせ、今後も楽屋裏、よかったら、聞いてください。お相手は、日本放送アナウンサー吉田尚紀と、よみやひなでした。はい、えー、僕はバンジージャンプ、十回ぐらいはやらされたことあるな。